皆さんこんにちは、さっちんです。今日もマインクラフトやっていきたいと思います。さて今回はですね、アップデートが来たので早速ちょっと探しに行きたいなと思います。で今回見つけに行こうかなと思ってるのは、あの光ってるあのイカと、あとウーパールーパー、何種類いるんだろう、5種類4種類ぐらいいるんだっけ、なんかそれぐらいいるらしいので見つけれたらなと思ってます。で、あとなんだっけ、アメジストのある場所も結構簡単に見つけれそうだったので、見つけようかなと思います。一回クリエイティブで、別のワールド作った時に、なんか海の中にもこう作られてたので、ここのワールドでも、この地図からはみ出たところの海だったらあるんじゃないかなと思うので、ちょっと、ささっと行って、ウーパールーパーと、光ってるあのイカ、見つけに行こうかなと思います。で、イカとウーパールーパーなんかちょっと暗めの水辺にしかいないって見たので、ちょうどこの氷のエリア、この氷のエリアも結構暗めになってると思うんで、下潜ってその下の方で探せるんじゃないかなと思うので、今回はそこに行きたいと思います。それじゃあ、やっていきましょう。よし、それじゃあ行こうかな。水の中に潜ることになるので、水中呼吸のヘルメット持ってこうかなと思います。スケルトントラップで結構装備手に入ってるので、確かね、あったはずなので、それを被っていこうかなと思います。それじゃあ取りに行こうかな。よしよし。あった。水中呼吸2だね。ちょっと修繕がてら。これで組み合わせて。あ、これだけ耐久あればいいかな。全然倒していくか。それじゃあまず、アメジストを見つけに行こうかなと思うんですけど、念のため装備全部つけよう。こんな感じで。それから、ラマさんのお船で行きたいので、この子にもつけとこうかな。あ、いいね。OK。それで、OK、OK。お、枠は少ないんだね。ちょっと。今日は茶色で行こうかな。で、この地図の、まだ行ってないところ、行ってみようかなと思って。どっかしらにさ、多分ありそうだと思うんだよね。あ、あ、あるじゃん。あそこ。なんか、あれまだね。一瞬過ぎて見えない。わかんないや。とりあえず、あそこ行ってみようかな。これ、この真下が、そうだね。これ多分そう。アメジストだっけ？ほら！お邪魔します。おー、すごい。発見。水一旦止めよう。OK。ちょっと明るくしようかな。暗いんで。おー、いいね。アメジスト発見。宝石持って帰ろう。よいしょ。おお、開いてる。開いてるわ。浮いてるね。
おお。これ取るとさ、水入ってきちゃうよ、また。取れてる。割と、再生できるように、とりあえず。こんな感じ？とりあえず、アメジストは、こんな感じでいいかな。結構取った。アメジストはね、結構取ったよ。ブロックも、2スタックと、あとこれ、崩壊石だっけ？これも、1スタック取れてる。で、アメジストの塊とか、アメジストの目とか、ちょっとだけだ、ちょっとだけだけど、取れた。よし、それじゃあ、向かおうか。あ、氷のエリアの方だね。こっち側から行きたいと思います。このまま直接氷の場所行こうかな。氷の世界到着。氷の世界は、気をつけなければならないことがありますね。これは、白熊さんです。特に白熊の子供、気をつけないとね。それじゃあやりますか。イカメインで倒したいから、ちょっとイカ、ちょっと失敗したな。あと氷、シルクタッツで壊したくないから、これで。水登るときちょっと大変になっちゃうから。鉄で。見えたりしないかな。あ、あ、いた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 ！いるじゃん、やっぱ。OK。靴開けて。おっ！あった！あと一匹。一匹目。二匹いる。あそこにもいる。二匹目。ウーパールーパーまでいる！三体目いる。三体目いるが。呼吸が。黄色。黄色だ。おっ。あ、ちょっと待って。はい。はい。よし、来た！金。黄色じゃないんだ。金なんだ。へぇー。呼吸しに戻ります。よいしょ。え、かわいい。しかもこれ。発酵する炭袋も、もうすでに7個手に入ってる。2スタックぐらい取って帰りたいな。ウーパールーパーも、できれば、全種類だと厳しいかもしんないけど、捕まえたいね。えい。来たー！来たけど呼吸がやばい。水色。水色だって、なんかないかな？あった！うんうん。はい、帰ってきました。発酵する炭袋を2スタック、あ、3スタック、3スタックと、あとは、ウーパールーパー。4体。ちょっととりあえず2体押して。よし！ウーパールーパーの生きてる熱帯魚食べて繁殖するらしいので、ちょっとやってみようかな。怖いな。はい。ああ。やめよう、値が下手なばっかりに。よいしょ。おお！かわいい！ウパルパちっちゃいの生まれました。帰ってきました。ウーパールーパーなんですが、水に入れとこうかなとも思ったんですけど、その陸地にも出ちゃうから、ちょっとちゃんとしたお家というか、作ってあげたいので、それまでちょっと、このまま、
入れとこうかなと思います。意外とバケツ姿めっちゃ可愛いからねあとそれからと一回外すか。まずいるな、どっかに。オッケー、ここ組み合わせて発光する額縁作りたいと思います。8個全部で、どうしようかな、ここと、あ、違う、ここだね、ここと村はここ。せっかくだしさ、かわいいじゃん、めっちゃかわいいこうしとこう、これよくない、超かわいい。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。フーパールーパー4体とイカの光る、あ、なんだっけ、発光する炭袋も3スタック以上取れたので、とりあえず満足です。で、あのアメジストの場所もすごい近くにあったから、あの、この地図あんまり埋めてなかったので、結構近距離にあのアメジストのやつが近くにあったので良かったです。はい、ということでまた次回お会いしましょう。またねー。